回のタイトルは、カルダノイーダが賢明な投資選択であるかどうかを分析です。ぜひ最後までお付き合いください。2024年、投資家や愛好家は大きな成長の可能性を秘めた有望な資産を常に探しています。ブロックチェーン技術に対する独自のアプローチを持つカルダノイーダは、デジタル通貨の分野で注目すべき競合企業として浮上しています。そしてカルダノイーダが良い投資であるかどうかという問題はますます重要になってきています。この分析では、暗号通貨投資の多面的な性質を考慮して、カルダノへの投資の複雑さを解明することを目的としています。カルダノイーダは良い投資？カルダノイーダが良い投資であるかどうかをめぐる議論は、投資家の意見によって異なります。現在の強気傾向とスマートコントラクトの実装などの技術進歩により、幅広いアプリケーションに対する魅力が強化されています。またエイダ1枚あたりの価格も手頃なため、これにより潜在的な愛好家が暗号通貨の世界に参入するための低い参入障壁がさらに提供されます。ただし、他の暗号通貨と同様にカルダノの価格も変動の影響を受けます。将来についての価格予測を行うことが困難なため、投資家は事前に徹底的な調査を実施し、リスク先行度を理解する必要があります。エイダ価格に影響を与える可能性のあるマクロ経済的要因。1. FRB の金利決定。連邦準備制度の政策、特に金利に関する政策は、暗号通貨市場の動向に重要な役割を果たしています。歴史的に金利の低下は暗号通貨市場の高騰と相関関係があり、逆に利上げは景気低迷をもたらします。インフレ抑制策の影響を受ける金利の方向性は、市場の将来を形作る上で極めて重要となります。 2. ビットコイン半減期イベント。2024年4月のビットコインの半減期は、暗号通貨市場にとって大きなイベントになると予想されています。新しいブロックのマイニングに対する報酬が減少するこのイベントは、歴史的に価格上昇を引き起こしてきました。時価総額の拡大により、その影響は時間の経過とともに弱まる可能性がありますが、カルダノを含む暗号通貨市場全体に間接的に影響を与える可能性のある重要なマイルストーンであることに変わりはありません。このイベントに関する専門家のアドバイスは、カルダノ投資家に戦略的な洞察を提供する可能性があります。 3. 米国経済の回復力と流動性。米国経済の回復力と流動性環境は、カルダノのような暗号通貨を含むリスクの高い資産に対する投資家の信頼に影響を与える可能性があります。シリコンバレー銀行の懸念後に見られるように、好調な米国経済と独特の流動性状況がデジタル資産への投資を促す可能性があります。 4. 中国の経済実績。中国の現在の経済動向は、特に予想から乖離した場合、世界の投資行動やリスク先行に影響を与え、間接的に暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。これはカルダノを含むほとんどの暗号通貨の価格に影響を与える可能性があります。 5. 規制の進展と法的勝利。リップル社やグレイスケール社が SEC に対して達成したような規制の明確さと画期的な法的勝利により、暗号通貨がより主流になり、投資家にとって魅力的なものになる可能性があります。この発展により、不確実性が軽減され、カルダノを含む暗号通貨への機関投資への扉が開かれる可能性があります。これらの要因は、マクロ経済動向、規制環境、主要な暗号通貨イベントの間の複雑な相互作用を示しています。投資としてのカルダノイーダのリスクと課題。カルダノイーダは情熱的なコミュニティを持つ有望なプロジェクトですが、投資家が投資を行う前に認識すべき課題がいくつかあります。競争。暗号通貨市場は非常に競争が激しく、数多くのプロジェクトが市場シェアを争っています。カルダノはイーサリアムなどの確立されたプレイヤーや、さまざまな技術的アプローチを持つ新しいプロジェクトとの競争に直面しています。開発が遅い。カルダノの開発プロセスは時間をかけて段階的に行われることで知られています。これはより迅速な進歩と導入を求めている投資家にとってはもどかしいことです。限られたエコシステム、他のいくつかの暗号通貨と比較すると、カルダノのアプリケーションと分散型金融ディファイプロトコルのエコシステムはまだ比較的限定されています。これはエイダトークンの価値の成長を妨げる可能性があります。技術的な課題。
他の複雑なソフトウェアプロジェクトと同様に、カルダノも技術的な課題と無縁ではありません。バグ、セキュリティの脆弱性、スケーラビリティの問題は全てプロジェクトの成功に影響を与える可能性があります。分散化は暗号通貨の堅牢性と成長の可能性を評価する際の重要な要素です。カルダノの分散化と投資家にとってのその重要性について詳しく学びましょう。まとめ、カルダノは規制の不確実性と市場競争を背景に、市場の可能性と戦略的進歩のバランスを取りながら2024年の魅力的な投資見通しを提示しています。投資家はカルダノを投資戦略の一部として検討する前に、これらの要因と自身のリスク許容度を慎重に評価すべきです。その野心的なロードマップと持続可能なソリューションへの関心の高まりを考えると、カルダノエイダはダイナミックで予測不可能な暗号通貨の世界における多様な投資ポートフォリオに価値のある追加となる可能性があります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。